はい、どうも皆さん、こんばんは。朝日でございます。本日はね、こちら奄美大島貞熊港に来ております。こちらでね、私の奄美大島初の釣りをやっていこうと思うんですが、釣り自体ね、もう2ヶ月ぶりぐらいなんでね、ほんと2ヶ月ぶりにね、竿を触るんでね、釣れるか分かりませんが、頑張っていきましょう。なんだかんだね、夜にね、港あちこちね、さまよったんだけどね、全然釣り人見ないんですよね。奄美って夜釣りあんまりやんないのかな。でタックルはですね、いつもの八丈島タックルですね。アブガラシアのジギングロッドとシマノのリール、スフェロスの SW6000 ハイギアですね。で、何釣りしよっかなって考えたんですけど、まだね、奄美の釣り情報全くないんでね、とりあえずこう電気浮き浮かべてみようかなと思いまして、浮き止め糸結んで、リーズ通して、で電気浮きつけて、でゴム付き中通し重りですね。で、サルカンつけて、でハレスがね、フロロの5号を出してます。針はカットグレバリ9号ですね。で、餌をこちらエビですね、つけてとりあえず浮かべてみようと思います。まあ本当ね、久々の釣りだからね、何かしら釣れてくれるとね、すごく嬉しいんだけどね、どうなるか。よし、じゃあ久しぶりね、竿をボロンしていきましょうか。タイドグラフ見てみたんだけどね、今大潮のドカン潮なんだよね。なんかあんまり潮も動いてないし、ちょっと望み薄だな。全く当たりがないんでね、ぶっ込み釣りに切り替えます。というわけでね、朝まで粘ったんですけれども、見事に坊主でございましたでね、明け方なんですけれども、地元のね、おっちゃんに会いまして、まあ釣れませんなーっていう話を1時間ぐらいしてたんですけれども、釣れなかったらね、近くにめっちゃ魚売ってるお店があるんで、そこで買ってったらいいじゃんっていうことでね、そのお店をね、教えてくれたので、ちょっとそのお店にね、行ってみようかと思います。うわー、すごい。なんだこの魚、見たことねえな。カワハギ、カワハギ、それでカワハギなんだ。なんか すごいカラフルですね。うん、種類がね、いろいろあるんですよ。これはどうやって食ったらいいんですか。これはお刺身とか、あの唐揚げとかするんですけどね。それおいくらですか。これ買っていくの。いや、なんか美味しそうだもん。いやいや、皮むくのが大変ですよ。あ、僕は大丈夫。あ、そうはい、というわけで釣りと買い物から帰ってまいりました。こちらをね、買ってまいりましたね。よく見たらね、あのこの皮の硬いカワハギ、これ多分モンガラっすね。そういえばこの魚ね、あのダイバーにね、潜ってると気性が荒くてね、こう噛みついてくる魚だって聞いたことがありますね。で、今日はこの魚をね、食べていこうと思うんですが、シガテラ毒がね、あるらしいんですよ。まあ個体にもよるんでしょうが、まあ、沖縄とかでは普通に刺身とかね、煮付けで食べられてるみたいでして、まあ、毒があるのかないのかね、個体差にもよるらしいんで、そういう時はね、自分の体を使って人体実験をすればいいんですよ。じゃあ今日はね、お刺身にしていきたいと思うんですよ。そうしたらね、このモンガラを調理していくんですが、八丈にもね、そういえばね、なめモンガラっていうのがいて、まあ、八丈ではね、トミメって呼ばれてるんですけど、そのトミメはね、よく調理してたんですよね。この皮がね、すんごく硬いんでね、この皮を剥ぐところからやっていくわけなんですが、どうやってたっけな。とりあえず口の周りに切り込み入れて、そこから取っかかりにして入りっか。あって全く歯が入らん。あー、ほんと歯が入るね。なんだこれ、ドラゴンかよ。もうしょうがないんでね、キッチンバサミでいきましょうか。よし、やっぱりキッチンバサミは万能ですね、硬いのをさばくときには。よっしゃ、そしたらここを取っかかりにしてね、皮剥いでいきましょうか。くぅ、かてぇ。素直に切ろう。いや、やっと皮剥げましたね。そしたらね、頭と内臓を取っていくんですが、まあ、多分ね、皮剥ぎと同じさばき方でいいと思うんだよね。多分ここにね、歯入んないよな。こっちから攻めるか。
こう行ってこっちから攻めるか。よし。でここにつなげて、あとはここから引きちぎれねえかな。よいしょよいしょ。はい、取れた。いや大変。そしたらね、3枚におろしていきましょうか。なんかこの腹肉ブヨブヨしてるところはね、先に取っちゃおっかな。よし。そうしましたらね、3枚おろしはいつものやり方でいいと思うんですよね。まずこの背びれの上から包丁の通り道を作って、で中骨まで骨に沿って刃を入れていきます。ちょっと丁寧にやろうかな。よし。そしたらね、こう尻尾に包丁が入りますんで外す。骨が硬い。よし、片面 OK。 そしたら反対側も同じですね。包丁の通り道をまずは作ってあげる。で中骨まで刃を入れる。こっちも同じ。で尻尾に刃を入れて外す。うん、硬い。骨がねすごく硬い。フグだからね。よし。よっしゃ。はい、3枚おろしにできました。そうしましたらね、ここにまだ腹骨が残ってますんで、これを外していきますね。骨硬えな。外せねえ。ほんと大変だ、この魚。で、次にこのね、薄皮を剥がしていきますね。こう、まな板の手前に置いて、尻尾に切り込み入れますね。皮1枚残します。で、包丁とまな板を平行にして、よし。で、さばきながらね、ちょっと思ってたんだけど、なんかね、ちょっとね、嫌な匂いがするんですよね。なので、今回はちょっと、やっぱ刺身はやめます。で、火を通して食べようと思うんですけれども、シガテラ毒はね、熱で分解しないんでね、熱処理では毒に対処できないので、気をつけてください。そしたら、両面ね、ちょっと強めに塩コショウしまして、鉄板に並べます。で、ニンニクをね、すりおろしてかけます。で、真ん中にバターで、オーブンに入れて焼き上げていきます。はい、というわけで完成しました。こちら、モンガラカワハギのガーリックバター焼きになります。それではね、いただきます。どうなのかなと、正直ね、ちょっと怖い。あ、身硬った。やっぱフグだからね、火通すとキュッと固まっちゃうね。いざ。うん、なんかね、やっぱすごく歯ごたえがあるけどね、美味しい。味はね、抜群。すごい美味しい。噛むとね、何、魚の汁っていうのかね、魚のね、出汁、旨味みたいのがね、ギュッと出てきますね。まあ、さすがね、腐ってもね、カワハギですよね。すっごく旨み詰まってますね。魚のジュースがね、この硬い身噛むとね、ジュッと出てきますね。まあやっぱね、毒のあるものほどうまいって言うからね、当たりたくないけど。それにさばいてる時はね、結構臭かったんだけど、やっぱね、火通したからと、ガーリックバター、あとシソとかね、この薬味野菜も効いてね、臭みとかは全然なくなりましたね。多分刺身で食ったらダメだったな。で、本日の飲み物ですが、キュッと酸っぱい。全然酸っぱくない。はい、というわけでごちそうさまでした。味はね、すっごく美味しかったですね。もしシガテラ中毒になったとしたら、数時間後ぐらいにね、体に異変が起きてきます。一番顕著に現れるのがドライアイスセンセーションって言
って、水を触ったらね、冷たい水じゃないのにめっちゃ冷たく感じるとか、あったかいものに触ったのに冷たく感じるとかね、その感覚異常が出てきたら速攻で病院に行ってください。まあ、有効な治療法っていうのはないらしいんですけれども、まあなんとかしてくれるでしょう。皆さんもね、こう熱帯域、サンゴ礁にいる魚ですね、がシガテラ毒を持ちやすいので、そういう魚をね食べるときは注意してください。今回はね、自己責任でこのモンガラカワハギ食べましたけども、皆さんはね絶対に真似しないでください。